週刊発表、イエーイ、イエイイエイイエイ、おい2016年最高だ。どうしたどうしたどうしたんですか。いやオープニングあんな高いテンションで今年は新年一発目の放送で、ね、行こうって言って、ほら明日に向かってみたいな。そう、僕は変わらず ATM に向かって頑張って変わらず違いますわ。そうでしょ。いやなんかチャンスありました。簡単に言うとチャンスありましたけど、はい、今現在投資が4万持ちコイン0。いやー一歩、私の方は持ちコインが36、はい、お回収が600枚ぐらいですね。あめっちゃいい感じよ。いや中身がひどい。中身がひどい。もう本当に粗大ゴミレベル。チラッと聞いたけど、あの北東バーゾロイ聞いたそうですけど、はい、あそうか、振り返らないね。振り返らない。前だけ見るね。僕はとりあえずバジリスクで回数天井を目指します。いや前向きですよ。前向き。これから起こることに対して見てるからね、はい、なるほど。これから何を目指すか、はい、とりあえず北東で引きたいもん全部もう引いちゃったんですよ、ね、なんでじゃあもう一発北東揃いします。お、はい、頑張ります。素晴らしい、はい、よし。じゃあまあ今は座り込んでこういう状態ですけど、エンディングはもうまだね、ここから時間あるんで、うん、もしかして横になってるかもしれない。ネガティブネガティブ。じゃあもう後半頑張りましょう、はい、頑張ります。よし。すっかりお昼ご飯も食べて、もう全部忘れました。前半戦の嫌な思い出は。頑張ります。まあ大きな原因として、まあ、とりあえず僕の人間設定、僕の引きが全ての要因ですけど、それ以外にもやっぱ台の設定も若干は絡んでくると思うんで、今これ大移動して一応初当たりパッと見た感じ1万円引いてるのかな島で、なので初当たり5回もう引いてる台を一からカンパしていきたいなと思います。あーレバーオン中、これは真ん中に止まってもおかしくないぞ。よし、本日4度目の集団チェリー4台目1台あたり1回、開店から4時間半、1時間に1回ペース。でスイカ引いた後なんで状態も悪くはない。あーでも天国ではないかな。4分の1に託しましょう。おう、あー熱い。しかも順番も、あーこことここが逆だったらよかったですね。今日チャンス目引いて中段チェリーだったら刺さってた。残念、チャンスオン 25% もうダメ。ああ、いやー断言できます、今まで打った北斗の中で一番ひどい、まあ、何がひどいって僕の引きなんですけど、展開、引きと展開が本当にひどい。こう見えても今日僕朝結構やる気あったんですよ。やっぱ初めて出させていただく
番組ですし、でトムさんとも初めて共演させていただく、それもあって昨日の晩から結構いろいろなビジョンを浮かべながら、わりかしやる気出してたんですけど、まさかねここまで空回りするとは思わなかったです。気がつけば1000ゲームを超えました。今日すごないですか、朝一のライブ100で600でやめてなかったり700で1個前のやつで1300か1900のそれが300かだから700、2300自分で回して初当たり2回、まずいよ。すっごいなんだろう、自分勝手なことを言えば、正直もうこの際もうサマイとかいくら負けてるとかもうぶっちゃけもういいです。尺よ尺、本当にもうね、僕さっきからケツ汗が半端ないんですけど、初めて出させてもらう番組でこれはひどい、マジで。いやでも皆さん多分お初に目にかかる方たくさんいらっしゃると思いますけど、僕さすがにここまで普段ひどくないんで、本当にねこれだけは信じてください。北斗でここまでひどいのは初めて。だってこれ5回に分けて放送でしょ。ただ仮にこのまま終わるようなことがあれば、当たり2回だからうち3回は当たりを見れない回が3回あるってことでしょ。で仕事とか用事の都合で3回しか見れないって方が、もしピンポイントでその3回を見たら、健三は1回も当たらずに姿を消したってことになりますもんね。それだけはダメだ。ランプ2つで全勝いった。ああもう低設定はチャンスオンでどうにかしないと、もう天井ですからね。よし頑張ろう。まあ巷では無理ゲーと呼ばれてますけど、無理ゲーじゃないとこをお見せしましょう。いや無理でしょ、いや無理でしょ、もうこのままゼロいけ、ゼロ。もう多分これポイント取るよりかもゼロで突っ切った方が話が早い。え、これあるんじゃない。あーわー、外れ。ああ楽しみか。ん、ああもうこうなったら獲得するしかない。せめてあと10ポイント。うわマジで、ほわーひでえ、何もできないってこんな感じになるんですね。5分の1、いやー厳しい。おう、そうか、まだ広角にいてくれれば
強水かけど、あと1ゲーム早く行ってよ。お、今フラッシュしました。広角にはいる。ジャックチャンス目、コンスタントにレア役は引いてるんですけどね、やっぱ中段チェリーが引けないから最後のブスって刺すことができない。まあ、北斗は上げて上げて上げてドンじゃないですか。上げて上げて上げてっていうところまでは行くんですけど、最後のドンがない。他の台を見てると北斗が簡単に見えるな。はい、5枚目上にいる。最後のドンが欲しい。ドンが流れ変えようと思ってあえて中押しを珍しくしたんですけど、僕が中止だったら大成功ってことはいるかな。でもさっきの第3ズッコケと中段チェリーの間で1回リプレイ引いてるんですよ多分。それで落ちてなければとか言ってると落ちてるフラッグが当たっちゃうんで、あえて触れないでおこう。今日だったらもう何でもありえる。あ、この次回予告は熱いやつじゃないですか。ですよね。うん、まあさすがに当たるか。大丈夫、さすがに大丈夫で、ちなみにさっきの次回予告というかエピソード別に全然熱くないです、ごめんなさい。外れるときは外れます。さすがに当たる。よし、1179ゲーム、本日3度目の初当たりでございます。あれ、僕中段チェリーの後何か行きましたっけ。待って、こうなってくると話が別なんですけど、じゃあ多分広角で引いたチャンス目で当たって中段チェリーの分で直乗せかな、多分。うん、波動なんで、Tレベルが1でも一応 60% けど、ここまで今日2発 79% 単発 89% 終わらせてますからね。果たしてこの 60% がどうか。
からのけん、僕これっぽっちも芸人の魂持ってないんで、美味しいなんて一つも思ってませんから。いやないわ本当に、ごめんなさい。もう誰にごめんなさいかも分かんないけど、とりあえずもう謝るしかないです。いやー、たまりすぎやろ、もう当たって。300何本の次に200何本。ジャック・チェ3連続に近いぐらい弾いたよ今。やはり玄之介様は器が違いますな。抜けると落ちるよね。ジャックチェがすごい仕事するよ。バンバン上がる。いい台かもしれないよ。本当に。でもハマりすぎ。もう500です。リアクションか今のチャンス目。あ、行った。あー、行った。500まで行ってこれか。相当し46,000。いや、玄之介で行こう。まだまだ投資が継続します。何にも引いてないけど、何にも引いてないよ。まだまだ。まだまだ。何も引いてません。
まだまだ。やった軽い当たり、助かる、すごい助かる。おお、頭が多いな。いやこれで4回するです。良さそうですけど、なんか謎当たりあり弱点仕事する。あとは当たりがおついてきたら、ついてきたら大丈夫です。座って。ケナスケ。やった。総投資5万1000円。気分転換。はい、ダメでした。さすがにね、5万4000円です。軽く20何年ぐらいしないといけないね。時間ないけど、あのやる気のないケンシロウとにらめっこするよりかはもう凱旋打った方がいいですかね。凱旋行こう。よいしょ。おい、早い。うわ、マジ。てかこれ初当たりも早いですもんね。予定が狂っちゃいました。まあ私たち今ね12月にこれ撮影しております。もう
12月の十何日クリスマス直前ですよ、理想のデートといえばやっぱり、イルミネーションを夜見に行って二人でちょっと高めの高級なディナーを食べるっていうなんか王道のデートがいいですね。それか結構最近冬でも暖かいのでピクニックみたいな、まあ、お弁当は作れないですけど作っていったふりをして、まあ、たくさん、ね、ウインナーとか卵焼きとか買ってきてそれを、まあ、お弁当箱に詰めてちょっとピクニック気分を味わいたいなって思います。そんな感じですね。やっぱ女の子は王道なデートに憧れますよね。はい、そんな感じです。